はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。5時15分を過ぎましたですね。8月7日の土曜日でございました。まったりと過ごしておりまして、昼寝もしました。ビールも飲みました。もう夕方になりまして、もうちょっと仕事せなあかんやんと言いながら仕事してますね。今レポートの更新作業とかしてますけど、見つけてしまいましたよ、面白いページ。なえなら .com っていう、なんやねんって言ったら、これがですね、朝鮮民主主義人民共和国のオフィシャルサイトの日本語版作ってるんですね、これね。朝鮮語とですね、イングリッシュ、フランシエルっていうフランス語ですか、エスパニョールっていうで、ダッチ、すごい、日本語とね、中国語もありますね。フィーク、これ多分ロシア語ですね。あるんですよ。それでね、まあ前から知ってたんですけど、こうあんまりにもおどろおどろしいんで、見てなかったんですけど、今日ちょっと見ようかなと思って見に行ったらですね、面白い、あのニュースとして出てる記事があってですね、タイトルがね、人民に好かれていますかクエスチョンっていうタイトルなんですね。これね、絶対晴れませんからね、ちょっとだけ長いですけどね、全部読んでいきますね。晴れませんよ、これ絶対晴れませんから、自分で見つけてくださいね。見つかると思いますけど、人民に好かれていますか。人民の幸福のために一生涯全てを捧げたキム・ジョンイル国防委員長が現地指導の道でいつものように聞く質問がある。人民に好かれていますか。もう何やろこれと思い、あ、頑張るたらあかんね、笑ったらあかんね、委員長は、人民に喜んでもらえることなら満足し、人民に些細な不便をも感じさせることがあったら活動家たちを厳しくたしなめた。些細な不便を感じさせるって、今些細どころじゃなくて食べ物ないんですけどっていうそれだけでも笑えるよ。チュチェ92、過去2003年、あ、向こうはチュチェ、歴年っていうのを使ってますね。2003年と言いますから、今から、18年前ですか、6月。昔から黄海金剛と呼ばれていた、すみません、全部日本語で言いますね。長寿山遊園地を訪ね、建安と東屋、あたら新たに建設した赤道旅館と農民休養所を見て回りながら、人民が大勢来るか数回も聞いた。女もお前が行けったら行くやろ、お前って。思うんですけど、大勢の人々が訪ねてくるという当地の活動家の答えを聞いた委員長は満足した。いつだったか、キム・セイシュク、これ多分お母さんやと思いますね、この方のジョンイルさんの、今のジョン君からするとおばあさんですね、キム・セイジャク平常ですね、ピョンヤンですね、平常製紙工場を訪ねた時にも、新たに建設された専用書、静かに養うですね、書を眺めながら従業員に好かれているかを聞き、偉大な生涯の末期の日曜日には、凱旋青年公園遊戯場の売店に置かれている一つの食品を見て、これを消費する人民が好んでいるなら良いことだと言った。なんかもう、なんかお釈迦様のね、なんかこう、あれを見て、お話を聞いてるみたいですね。まさにそれは人民の思考と要求を全ての施策と実行の基準にし、たとえ巨万の富を投じなければならないことだとしても、人民に利益を与え人民の利便を図ることであれば、何事もやり遂げる総書記の崇高な人民観、人民愛がそのまま反映されている。巨万の富を投じたのはミサイル開発と核開発でしょ。人民に利益を与えるのをこうほったらかしておいてですね、ミサイル開発と核開発をした結果、今食べるものがなくなっちゃうのと。暑いな、こうあれを冷房切ったんですよ。人民に好かれていますか。委員長が常に聞いていたこの質問は今日も続いている。
これ間違ってもちゃうかな、人民は食べていますかっていう方が正しいんちゃう今日、朝鮮人民は金正恩総書記の、今日朝鮮人民は金正恩総書記が活動家たちに常に強調している人民の便益を最優先絶対視すべきである、真の人民の忠牧らしく県民献身、ちゃうわ、移民献身、民のために身を捧ぐというふうにこう読み下せます、の道に決し奮闘するであろうという言葉から、そして総書記の示したスローガン、すべてを人民のために、すべてを人民大衆に依拠して、で、でも日本語はなったんですけどね、キム・ジョン・イル国防委員長の熱い愛情を今一度痛感していると、これで終わってます。すごいでしょ。昔ね、僕がまだ大学に入った頃ってね、大学って縦看板がこう並んでたりしたんです。私は同社に行ったんですけど、今出川通りこう私の方から同社の方行きますと、京都大学のキャンパスの間を抜けるんですね。こっち側に農学部工学部、こっち側に文学部法学部と時計台があって、そういう道が今出川なんですけど、なんていうのかな、その通りのこっち側左側ですね、西に向かって左側はですね、あれな、石何やったかな、なんとか壁とか言うてですね、まあ、城壁みたいになってるんですね、城壁の城壁というかね、城の石、天守閣のその基本みたいになってる。で石が積んであって、その上にこう柵があるんですけど、あそこあれ最近取り壊されたそうなんですけど、そこにダーッとこの立て看が、政治スローガンを掲げた立て看が並んでいてですね、時々熱心な学生がですねビラを配ったりする、まあ、取らないんですけどね、1回生の頃って物珍しいとか高校生の頃物珍しいからやって取って読むんですけどね、そこにアジが書いてあるんですけど、あのアジもね真剣に読んだらね、それなりに面白いんですよ。な、言いたいことわかるんですけどね、なんとかかんとかアメリカの帝国主義がどうのこうのとかで書いてあるんですよ。一応文章になってて、昔々その糸井重里さんという今団塊の世代のコピーライターいますけど、彼は法政大学在学中にアジを書いてたらしい、アジビラと縦看を書いてコピーを覚えたっていう、なんかほんまかそうか知らんような話が流れてますけど、ああいうねこう当時でも時代、私が大学生の時でも時代錯誤な、時代遅れな、なんていうかこう時代感たっぷりの文章だったんですけど、これバッチリですよ、ほんまに。そういう50年前のですね、どう言いましょうかね、社会主義でもない、ただ要は個人崇拝ですね。昔毛沢東の個人崇拝があかんとかええとかって言うてましたよね。あれとあの時代を感じさせる文章です。これぜひ皆さん見つけていただきたいですね。しかもこれ書いてあることがどう言いますかね、もうそれだけで笑いそうなこと書いてあるんですよ。最後のところね、今日朝鮮人民は金正恩総書記が活動家たちに常に強調している人民の便益を最優先って、絶対視すべきだ、真の人民の暮らし、人民の忠牧らしく、移民献身の道に決死奮闘であろうという言葉からって、流れ来る北の様子からすると真逆やんとか真逆どころかなんて、どこの国の話してるんですかっていう。いや、しかしこういうのをでも、ね、北の方々は日々読まされて学習やって言って集まってこういうことばっかりやってるんですよね。いやー楽しいわいや時々読もうかなという気になりましたね。これ晴れへんのが残念ですね。もう一回言いましょうか。なえな、なえなら、 NAENARA で、なえってなんかわかりませんけど、奈良っていうのは国という意味です。なえなら、なえなら .com ですね。ちょっと読めないですね。ハングルと読めない。申し訳ないですけど、そこの中の記事でしてですね、こんなん書いてある。キム・ジョン名言。
自力構成の革命精神は我らの力、我らの資源、我らの技術によって世界を追い越す民族自尊の精神であり、最先端突破の精神である。これがキム・ジョンウンさんの名言だそうでございました。自力構成やわ、他国の援助なんか頼ったらあかんねん、俺らはちゃんと自分たちでミサイル作んねんと、まあそういうことですね。はい、ということでございまして、見つけてしもた、これから楽しめんでというあの北のサイトでございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。